生麦、生米、生卵。はい、皆さんこんにちは、三浦です。2015年三浦 TV のね、一つの目標、まあ目標は何個かあるんですけど、まず一つの目標は滑舌をとにかく良くすること。僕はですね、ちょっと滑舌があんまよろしくないですね。あのゲームやってても、例えば妖怪ウォッチとかウィスパーとかケイタ君とかセリフ出てくるんで読むじゃないですか。噛むんですね、僕。噛んでしまうのと、あと何言ってるのか分かんないっていうのがね、若干ありますね。ということで、今年は滑舌を良くするために早口言葉。生、な、それはやめよう。多分僕的には生麦、生米、生卵をちゃんと言えたと思うんですけど、昔もやったんですよね、確か。そしたらコメント欄の方にですね、全然言えてませんっていうコメントが結構たくさんついてたんで、本当かなと思ってそんなに滑舌悪いのか俺って思ったんですけどね。一つ、もう一つ早口言葉、これめっちゃ難しいです。赤キャタツ、茶キャタツ、キキャタツ、茶キャタツ、キキャタツ、赤キャタツ、キキャタツ、赤キャタツ、茶キャタツ、これですね。早口言葉でちょっとやってみたいなと思います。赤キャタツ、茶キャタツ、キキャタツ、茶キャタツ、キキャタツ、赤キャタツ、キキャタツ、赤キャタツ、茶キャタツ、言えたかな。わかんない、俺全然わかんない。あとで自分のね、あのこの録画したやつ見てみようと思うんですけど、言えましたかね。ちょっとこれ皆さんもちょっとやってみてください。これ結構難しいから。さあ、ご卓はいいんで、ここら辺でちょっと妖怪ウォッチ戻りましょうか。今回はですね、新妖怪ウォッチバスターズだっけこれをやってきます。で、使う妖怪はオロチ S ランクですね。もちろん相手はヒノシン。オロチはですね、全力攻撃はできないんだけど、ため妖術を放すことができるんで、オロチでもヒノシン倒すことできますね。やりましょうか。この妖怪ウォッチバスターズね、ちょっといつも僕一人でやってるんですけど、他の実況者の方とコラボしてやりたいですね。通信対戦じゃなくて複数人プレイってやつ。いい感じだ、ね、マイティドッグだっけ、あとレッドジェイだっけ、はいはい、あれと全然戦ってないんですよ ね。一匹狼の実況者はね、そこら辺がちょっと厳しいね。さあ行きましょうか。そう、僕がウームに所属していればね、あのウームに妖怪ウォッチの実況をやってるあの方がいらっしゃるんで、もしかしたらね、まあもしかしてっていうか言えば、あの多分あのコラボとかできると思うんですけどね。さあ行くか。攻撃力あんま大したことねえな。起きた、ジバニャン。よいしょ、ジバニャン倒した。いつものあれ頼みます。じゃあこの妖術系の妖怪はですね、この妖術を出すタイミングが結構難しい。変なとこで妖術出すとね、あのビーム食らっちゃうんで、ビームかどうかよくわかんないですけどね。シャープ、あ、クリティカル入ると結構ダメージ入る。510だって。あ、俺これ嫌い。よっしゃ、2発目。お、ババア来た、ザコも来た。超人気者追いかけられてる。あー、ババア、よっしゃ、いつものあれ。なんかここザコが多いね。移動した方がいいのか、移動した方がいいのか。いい感じに、あー、それ嫌い。よっしゃー、何？キャンセルされた。あ、ダメだ。いい感じに連発してくるね。うわっ、出た、危ない危ない。おー、ババアか。まあジバニャンが来るよりはいいんだけど。よし、ババア一発。うわー、勝った、逃げろ。あー、危ねー、ギリギリ。こんにゃろー、もうに、やめとこう、やめとこう。無理するとよくない。さて、じゃあこっからは何をするのかというと、おにぎりをゲットして回復してから
まあ、爆弾とか適当なアイテムを拾ってもう一度戦いを挑む。ロケットパンチ、やばいやばいやばい、来た来た来た、やばい、逃げよう。ロケットパンチは今使えないな。いや、取っといた方が良かったかな。まあ、別の場所行きましょうか。ふみちゃんのお父さんが働いてる会社、ケイタくんのお父さんもそうか。ジミーフィールド、違うんだな。うわー、見つかった、やべ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 、あーよかった、アホやった。今体力ギリギリなんでね、見つかってたら。さあ、おにぎりあった、よっしゃー、よかった。ジミーフィールドなくなったのきっと厳しいっすけどね。さあ、なんかあとは適当なアイテム、なんかないかな、適当なアイテム。あー、結構見つかんな、アイテム。うーわー、めっちゃ変なとこにある、拾いに行くか。河川敷はちょっと遠すぎるんで、まずこっちか、こっちだね。あ、そうかそうか、最近のポストってこういう形なんだよね。僕の幼稚園の頃はね、もっと違う形のポストがあったんですけど、まあそれはどうでもいいか。あ、なんでいきなりポスト、あんだよ、スタミナムか、全く役に立たないよこのアイテム。あ、ヒノシン来たよ、まだ戦えない、まだダメだ。このアイテムは、あー、電気トラップ、微妙、超微妙。この状態だと多分勝てないですね。うん、もう一個おにぎりか強力なアイテムがないと勝てないな、これは。うん、全然アイテムがない。あ、こっちになんか出てきた、これはなんだ。あ、いいね、多分これで倒せるはず、よっしゃー、こっち来てくんねえかな。いや、自分で迎えに行くしかないか、行こう。やばい、時間がちょっとない、時間がちょっとない。どこ行ってんだよこいつ。これどこに、あ、やばいやばいやばい、回復されちゃう、回復されちゃう、あ、ただ、あ、危ない危ない、なんなのこのヒノシンの変なところ。よっしゃよっしゃ、倒した、やばい、体力的に結構まずい。うーん、ちょっと微妙になってきたな。よし、上から、うわっと、危ない危ない危ない、よし、溜まった、よっしゃ、ババアか、上からドーンと、あーあー、あ、一発で倒せた、あともう一発撃てるよね。もしもし、あぶれ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 、そう、妖術はね結構隙が出て、なな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 、見つかりすぎだから、やばいやばい、間に合え、あぶねえ、おにぎり、もしもし、なんなんだよここ、移動した方がいいな、まずい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 、やめて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 、なんでだよ、やっちまった、楽勝で勝てると思ったんだけど。そう、あの妖術系の妖怪はね、これが難しいんだよね。妖術出した隙に、レーザー食らってしまう可能性が結構高いんで、ちょっともう一回やらせてください。
結構ね、意外と難しいんだ、オオロチ。さあ、やるか。一発で決めたかったんだけど、僕があんまり、このバスターってあんま上手くないんですね。じゃあ、お茶を飲みながら。うん。さてと、デントラね。僕はこのアイテムあんま好きじゃないですね。うん、使い道がよくわかんないというか。あー、さっきはな、あのザコに見つかったのが痛かったな。ザコに見つかったせいでちょっとね、慌ててしまった。おや、いいね。今回は撃破したい。 A ボタン連打。いい感じにドーン。うん、普通の妖術だとダメージ300入るんですけど、溜めた妖術でもね356しか入らない。あんま出してダメージ変わんないんだよね、実は。よし、ちょっと移動しようかな。移動しようかな。あ、大丈夫だ。よし、行こう。2回目で決めたいんで、慎重にやるか。これは何だろう。これは電気トラップ。多いな。電気トラップ、電気トラップ。よし、何気に人面剣が結構邪魔なんだよな。倒しちゃうかな。あやっ、ドーン。見つかってる。よし、逃げよう。さてと、アイテムを拾いに行って、うん、まだ意外と結構体力残ってんな。ロケットパンチか。ロケットパンチか。来た。クライジバニャ。よっしゃ。よし、移動しよう。ね、こうやってアイテムを拾いながら戦っていくみたいな。さあ、これは何だろうな。これは何だろうな。爆弾か。ちょっと微妙だな、この爆弾。いや、ちょっとまだ使いたくない。あの爆弾を使ってしまうと多分ヒノシンの体力を削りすぎてしまうんで回復されちゃうんだよな。ちょっとまだまずい。まだまずい、あれは。結構いい感じのアイテムだとは思うけど。今欲しいのおにぎりだよ、おにぎり。おにぎり。おにぎり、おにぎり来た。よっしゃ。で、さっきの爆、さっきの爆弾のところに戻って戦うか。ああ、これは今回勝ったな。下手こかなきゃこれで勝ったな、きっと。よっしゃ、戻って戻って。さて、この場所結構ザコが出てくるんだよな。ちょっと気をつけないと。あー、ババアか。あー、そろそろ回復してきそうなんだけどな。大丈夫か、まだ。おにぎり。もしもし、ビームよろしく。あぶない。そろそろ回復してくんじゃないか。よし、来た。よっしゃ。あと爆弾だ、爆弾。頼みます。よっしゃ、爆弾、爆弾ゲット。爆弾。よっしゃ、決まった。やべ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 。ちょっと早く早く、容器溜まれ、容器溜まれ。あぶねー。
よっしゃ。あれなんかすげえダメージ受けてんだけど、なんで？なんで？いい感じによろしく。なんかすげえダメージ受けてんな俺。やばい、これちょっとビリビリ、やばいやばい、上からとやばい、ギリギリ。うわ、あいけるかこれ。あーよかった。なんなんだろう、余裕で勝てると思ったんだけど、ビームでも食らったのかな。ジバニャン出てきたよね、あいつのせいか。すんげえ食らったな。さあもう出ますか、もう時間もないしね。あーちょっと疲れた、オロチオロチ疲れる。あ、寝よう。今度はあのキュービでやりたいですね。キュービでもキュービ上げちゃったんだよな。よし、じゃあ回そう。確かこのヒノシンの鬼ヶ島は S ランクのレア妖怪が出るんだよね。一応あんま出た記憶がないんですけどね。そういえばこの鬼ヶ島の妖怪ってどんなやつが出てくるんだろう。あ、金。あーい、嬉しい、やばい、これ嬉しい。ちょっとずーっと出てきてくれなかったやつだ。でこれレジェンド妖怪解放するために、ヤマタンだ、ヤマタン、ヤマタン解放するためにフレンドさんにね、一度このきらめきを借りてで返したんですよね。だから僕持ってないんですよ。あーようやく来た。手形使ってなかったんだけど、来てくれた、よかった。きらめき、きらめき、さてさて、さっきゲットしたきらめき、あいつのステータスってね、落ち着いて見たことないんだよね。まあランダムバトルで使われていないっていうことは、そんなに使える妖怪じゃないと思うんだけど。控えのメダル、あーきらめきね。スキル、めめめ、攻撃が必ず命中する、なるほど。あでも結構強いんじゃない。必殺技、全身の目から無数のビームを発射し敵全体にダメージを与える、なるほど。ちょっとブシニャンよりはちょっと弱いかなっていう感じ。いや、ブシニャンの方が圧倒的に強いと思うけど。あー結構使えそうな妖怪だけどね、きらめき。うん、なんか今回は、大満足だな。薄ら影なんだね、不気味かと思ってた。はい、ということで妖怪ウォッチバスターズ、ここで終わりたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。